堀江渡は東京都出身のパラアイスホッケー選手。元プロシャイスバスケットボール選手。ピョンチャンパラリンピックパラアイスホッケー日本代表。身長179センチメートル。体重75キログラム。日本体育大学体育学部体育学科卒業。入リノイ州立大学大学院体育学、教育学修士課程修了。学業優秀選手賞受賞。 現在、日本体育大学大学院博士後期、家庭在学中。日本人初となるスペインのプロリーグで活躍後、帰国。2011年11月よりこちらも日本人初となるドイツの RSV ランディルに移籍。ドイツリーグ、カップの2冠に加え、ヨーロッパチャンピオンズカップも制した。2012年より、アイススレッジホッケーに転向。 日本代表として世界に挑む。カルペディエム所属。2018年ピョンチャンパラリンピックに出場。妻は TBS アナウンサーの高畑由里子。現在はパブリックスピーカーとして活躍。幼少時代よりサッカーに没頭。三菱洋和でプレー。同期には井出口純、ウルノ純、三上拓也。一年先輩には長井雄一郎がいる。 東京都立駒場高等学校では、1998年に学校史上初となる高校選手権に出場。一年後輩に後に妻となる高畑や、お笑い芸人、しずるのメンバーである、村上淳がいる。日本体育大学3年時、バイクの事故により左足固い切断。車椅子バスケットボールに出会う。2005年に車椅子バスケットボールの名門。 イリノイ大学に留学。2009から2010シーズンには全米大学選手権優勝に貢献。車椅子ソフトボールではワールドシリーズで MVP を獲得している。車椅子バスケットのインストラクターとしてイリノイ大学やシカゴエリアで多くのクリニック、キャンプで指導する。2009年サンディエゴアダプティブスポーツキャンプではメイン,インストラクターを務めた。 日本でも NPO 法人 J キャンプに講師として参加。スペイン一部リーグのミデバでプロ選手として活躍後、ドイツ RSV ランディルに移籍。ドイツカップ、リーグ制覇に加え、ヨーロッパチャンピオンズカップ優勝。三冠制覇。自身が大好きであったビームスがスポンサーとしてサポートしている。海外生活で身につけた独特の感性で、日本各地で革新的な活動。 公演を行っている。2012年、車椅子バスケットボールを引退後、アイススレッジホッケーを始めると、すぐに日本代表メンバーに選出される。2014年のソチパラリンピックに向けて奮闘。車椅子ソフトボールの伝道師として、日本で普及を開始。日本代表チームを結成し、アメリカ選手権に参加。2013年、アイススレッジホッケー。 日本代表として世界選手権 B ブールに出場し銀メダル獲得。ソチパラリンピック最終予選に出場。本戦出場を逃すも最終戦ではゲーム MVP を獲得する。尊敬する選手は三沢英二。同じく尊敬する選手として車椅子バスケットボールの菅沢隆を挙げている。2014年ブラジリアン柔術を開始。2015年 アイススレッジホッケー日本代表として世界選手権エープールに出場8位に終わり引退する車椅子ソフトボールの発展に従事し西武ライオンズの協力を得て日本プロ野球史上初の参加チームを結成代表を務める他競技からの勧誘が多く本人は誘われれば何でもやると語っている2016年フジテレビドラマ 君に捧げるエンブレムで、車椅子バスケットボールの総合監修を担当。視聴率は8.24%と低かったため、DVD 化もされていない。2017年、日本体育大学大学院博士後期課程に、進学。パラアイスホッケー、日本代表に復帰。長州も大似たもすぐ引退を撤回しているを理由に、している。スウェーデンで行われた。 最終予選では5ゴール7アシストの大活躍でベストプレーヤーに選出されパラリンピックの出場権を獲得。尊敬する三沢栄二が初戦開始4分で鎖骨骨折し退場。栄治さんを絶対に本大会に連れて行くという思いが気迫のプレーにつながった。2018年ピョンチャンパラリンピック出場。本人曰く予想通りという5戦全敗に終わる。 イタリア戦でのゴールが大会ハイライトとなった。選手村では IPC 公認、サムソンブロガーとなり、様子を YouTube で公開。モーストクリエイティブ賞を受賞した。パラ競技と並行して、ブラジリアン柔術の練習をし、大会にも頻繁に出場している。健常者と試合をしているが、とにかく楽しくて、しょうがないそうである。グレーの4セブンスシングル CD。 運命論の PV に出演。ビンゴ5の CM に出演。2019年、東京パラリンピックを目指し、パラカヌーに挑戦。真冬に落水することを恐れず、挑戦している。2019年2月19日、TBS アナウンサーの高畑ゆり子と結婚。パラリンピアンとして、初めてヤフートップニュースとなった。趣味は、スポーツ観戦。サッカー、プロレス。 格闘技系。食べ物には、こだわりはないが、野菜全般が好きではなく食べない。好きな TV 番組は、おねだり。マスカット。ミスター・チルドレンをこよなく愛している。サッカーシャイスバスケットボールパラアイスホッケー社、イスソフトボールブラジリアン柔術。ありがとうございます。